紅葉者は森島康明です。今回は特に迫力満点の五金と言われる大きな手筒花火でお披露目でございます。森島さんからこのようなコメントが届いています。ご来場の皆様、雨の中を本当にありがとう。末永い幸せが皆さんのもとに続きますように。今日はごゆっくりとお楽しみください。お披露目手筒、今日は迫力満点の五金といわれる大きな手筒花火でお披露目でございました。皆さんからは飲酒運転は絶対にしないでくださいという交通安全のコメントでございます。さあご注目いただきましょう。タッタさん、フリペ庄司さんです。輝くばかりの雪が、皆さんありがとうございます。2人目で、2組目は山口さん、榎本さんによります応用でございます。さあ皆様の心にも夏の思い出の一つとしてしっかりと刻んでいただきましょう。男たちの勇姿をご覧いただきます。この力強い姿に心を打たれます。ありがとうございます。山口さん、榎本さんによります紅葉をご覧いただきました。息の合った親子手術もご覧いただきます。親子の絆が花開いたこの瞬間、手術、花火の紅葉を力強く行っております。
さんによります三金棒刈り上げでございます。美しいこの姿、有効なこの姿をご堪能ください。小牧さん、田中さん、ありがとうございます。会員およそ20人全員で心を込めて奉行してまいります。まずは洋館棒です。館林町の初代城主榊原康勝公は徳川家康公と同じ愛知県三河の出身ということもありまして、合戦の際の連日に手筒花火が使われたと言われています。簡単に見えますが、噴出の勢いと重量のためうっかりすると手首が下がってしまいます。手首をぐっと上に上げ、火柱を真上に、洋館棒の法要、美しい姿をご覧いただきましょう。ありがとうございます。男たちのその勇姿の姿が心に響く手筒花火。さあ、洋館棒の法要をご覧いただきます。ここに曲がってたらさ、ありがとうございます。思いが一つになる一線法要でございます。それという掛け声とともに、手筒花火のフィナーレとなります。